はい、今日も英語とアート緑虫チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。英語コーチで似顔絵作家の緑虫です。はい、あっという間にお盆シーズンがやってまいりました。皆様は今年のお盆はどういった風にお過ごしでしょうか。はい、実はお盆シーズンに合わせて今日ご紹介したいものがあります。見えるかな、ちょっと反射してますね。こちらの亀山ろうそくさんから出ているお寿司キャンドル、お寿司の形をしたおろうそくを紹介したいと思います。ちょっと反射が激しくてごめんなさいね。はい、もし商品の動画ですとか PR の動画が苦手だよっていう方はごめんなさい。もしよろしければ最後までご覧ください。お願いします。はい、ちょっと反射がすごかったので出しました。プラスチックの方から出しました。もう一回お見せしますね。寿司キャンドル、わさび入り。まずマグロのお寿司、それから卵のお寿司、さらに一番端っこのちょっとピンク色なの、これガリのキャンドルになってるんですよ。ガリのろうそくまでついてるんです。この3種類が入っています。でどうしてこの、おろうそくの今日商品動画を作ろうかと思ったかと言いますと、お盆シーズン到来ということでお墓参りに行く方やお仏壇にお参りする方が多いんじゃないかなと思って、でぜひこちらのお寿司キャンドル、お寿司のおろうそくを紹介したいなと思いました。でこちらの、亀山ろうそくさんから出ているおろうそくシリーズ、食べ物ろうそくシリーズなんですけど、たくさん種類があります。私が持っているのはお寿司ですね。お寿司なんですけど、他には、ビール、焼酎、うなぎ、スイカ、スイーツですとか、本当にたくさんの種類のろうそくがあります。で私が今回このお寿司のシリーズを選んだのにはちゃんと理由があります。それはうちの亡くなった祖母がお寿司が大好きだったからです。少しだけ祖母との思い出についてお話しさせてください。うちの祖母なんですけど、祖母は数年前に亡くなってしまいました。でとっても優しい人だったなっていうのを本当によく覚えています。特に食べ物に関しては、何か祖母がおやつを食べ始めたりとか何か作って食べ始めようとした時に必ず「あんたいらんがけ」って、ね「あんたいらんがけ」っていうのは富山弁です。標準語で言うと「あなたはいらないんですか?」という意味です。あんたいらんがけ、あなたいらないんですかっていう風に一緒に食べようよって必ず言ってくれるんですね。何か食べ物を食べるってなったら一緒に食べようよって、あなたも一緒にどうですかって言ってくれる、そういう優しい祖母だったんですね。あんたいらんがけ、ぜひこの機会で覚えてください。そんな優しい祖母ですが、お寿司、特にこのマグロのお寿司が出てくる時だけは別でした。あんたいらんがけとは聞いてこないんです。本当に好きなものだから、お寿司、マグロのお寿司が出てきた瞬間にもうパクパクいただきますと言って食べていましたね。それだけマグロのお寿司が好きだったってことです。あんたいらんがけとはまず聞いてこなかったですね。はい、でその祖母なんですけど、私が社会人になって、何年かした時にちょっと怪我が原因で入院するようになりまして、で外出することが困難となってしまいました。で今でも後悔しているのが、もっと早く自分の稼いだお金でお寿司屋さんに連れて行ってご馳走してあげたかったなっていうことです。こういうのは何年経ってもやっぱり悔やまれるものですね。でこちらの亀山ろうそくさんのおろうそく発見しまして、今年はこの気持ちだけでもお寿司ご馳走したいなと思って、で今年はこれをお供えしながら祖母のことについて思いを馳せたいなというふうに感じています。皆さんの大切な人の好きな食べ物は何ですか？大切な人との思い出はどんなものがありますか？ぜひそんなことに思いを寄せて、思いを馳せてこのお盆シーズンを過ごせてもらえたらいいなと思っています。それでですね、このおろうそくがいい理由なんですけれども、生物
ものじゃないっていうところが今回はいいんじゃないかなと思いました。うん、あの生ものをお供えする良さっていうのももちろんあると思うんですけど、あの季節的にすごく暑いじゃないですか。傷みやすいんですよね。ちょっと遠方にお墓とかがある場合って、あのちょっとドライブで時間経ってたりとか、ちょっと痛みとか気になることあると思います。あとはあの、ま、これはあの実物を模したあのお寿司を模したろうそくですので、あの食べ物ではないんですよね。あの当たり前なんですけど、これろうそくなんですよ。なのであのカラスとかあの鳥につつかれたり、あのいたずらされる心配がとても少ないっていうのもあると思います。うん、ということで今日はこのろうそく、お寿司ろうそくを紹介させてもらいました。はい、今日は、最後までご覧いただきありがとうございます。あ、今日もですね、いつも見ていただいている方もいらっしゃるので、今日も最後までご覧いただきありがとうございます。こちらの動画もあの大越仏壇さんのご協力のもと動画を制作しております。皆様今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた See you soon!